大体竹の新進健康ラジオ。皆さんおはようございます。竹尾内科クリニック、川奈と高校の診療所、院長内科医竹と申します。この放送では医療にまわるちょっと役に立つ小話を毎朝5時50分に10分程度で配信しています。また毎朝5時半からライブやっていて、公開生まし 6M さんからのご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。アフタートークも人気です。ぜひご参加ください。ということで、今日はですね、えっ、ー、と、毎週月曜日はちょっと、お役に立つ資料のご紹介をする ことが多くなってますけれども、今日もですね、ちょっととある勉強をしていたら、えー、ちょっと古い資料なんですけれども、皆さんのお役に立つであろう資料を発見しましたので、これをもとにですね、あの、ポリファーマシーですね、あの、お薬を多く使うことをポリファーマシーというふうに言うんですけれども、これについてね、ちょっと一緒に考えていきたいと思います。で、取り上げる資料はですね、えー、ちょっと前なんです、2016年に作られた、えー、日本老年医学会と、 日本老年薬学会の合同の研究班かな。えっ、ー、と、高齢者の多剤処方を見直しのための医師薬剤師連携ガイド作成に関する研究研究班っていうのがですね、多分 A メロの中にあって、まあそれがあの2学会の連携で作られたんだろうと思うんですけど、これをね、ちょっとご紹介していきたいと思います。まあ、えー、パンフレットのタイトルはですね、高齢者が気をつけたい多すぎる薬と副作用っていうことで、えー、高齢になると処方される薬の数が増え、副作用が起こり、 安くなるので注意が必要ですっていうのはな、そんなサブタイトルがついてます。はい。ただですね、えっと、今日の放送ですね、あの、えー、っと、そこら辺のこう雑誌と、 あと、書籍とかで、これは使ってはいけないみたいな、いう風には捉えないでいただきたいな、という風に思っておりまして、あの、この冊子の中にもね、書いてありますけれども、必ずね、その処方が出てる背景がある場合がね、非常に多くありますので、その場合には必ず主治医の先生と、よくご相談の上ですね、そのお薬の調整をしていただきたいと思います。あの、間違ってもですね、この放送で、こういうの、薬はダメだと言われたから、薬やめてきました、みたいなことはね、あの、くれぐれも避けていただくように、よろしくお願いします。というか、私自身もね、それでびっくりすることは 結構ありますんで、臨床上。はい。ということでやっていきたいと思いますけど、まず2枚目ですね。2ページ目。えー、高齢者では薬の数が増えてきますっていうことで、まあ、これは当然そうですよね。まあ、高齢になればなるほど、まあ、何らかの病気にかかることも多くなるので。 あの、病気もそうですし、薬も増えてくるっていうことになってきます。で、これ、えー、これ、まあ、ちょっとデータがね、まあ、この冊子自体がね、2016年に作られたんで、これもしかしたらね、もうちょっと新しい統計あるかもしれないですけれども、この冊子の中では、えー、2014年の社会医療診療行為別調査っていう厚労省の調査からですね、えー、薬の年齢層別の薬の数っていうのが出てますけれども、 えっと、まあ、薬飲んでない方はね、これ、あの、含んでないデータですけれども、薬飲んでる方でいくと、おもう75歳以上の方は、ああ、そうですね、左側に書いてありますけれども、えっ、ー、と、26%の方があ、7個以上の薬を飲んでいるっていう、そんな感じになってます。はい。だから、まあ、3、 4個以上を含めるあ、3、4個以上で7割ぐらいを占めるっていう、そんな感じで、まあかなりね、その多くの薬ですね、多剤処方っていうふうに言いますけれども、を飲まれている方が多いというような現状になってます。 で、えっ、ー、と、このポリファーマシーっていうのはですね、まあ多剤処方なんですけれども、その、何が問題かっていうと、やっぱり一番はですね、この副作用に関する、懸念が出てくるっていうことで、まあ、これもね、非常に有名な研究なんですけれども、このお薬の数が増えれば増えるほどですね、増えていくと、副作用の頻度が上がるっていうことで、まあ、特に6、 から七種類以上ですね、えー、飲んでいるとその副作用の頻度がね、えー、少ない量に比べたら多くなるっていうまあこれはねよくいろんな研究で、ね、明らかになってくるかなというふうに思いますで、えー、特にですね特に高齢者ですね、えー、高齢者に関しては、まあ、その薬が増えることだけではなくって、えー、その代謝のあ その前にですね、えっ、ー、と、薬の副作用が出ていましたね、3ページ。はい、3ページ目薬の副作用で、もう結構ね、いろんな副作用が起こります。これね、えっ、ー、と、私今はね、入院管理してないですけれども、以前の病院とかも入院の管理をメインに携わっていたんで、もうお薬がね、多すぎる問題って結構あるんですね。多すぎて、それによって副作用ができてること、出てきてることってものすごい、 多くあって。まあ、ここにはね、まあ、代表例として、その、うつとか物忘れ、専門、食欲、不振、えー、ふらつき、転倒、排尿障害、便秘っていうふうに、7つかな、書いてありますけれども、それ以外にもね、もう、本当にいろんな副作用が起こります。 で、えー、ちょっとさっき書きましたけど、その、お薬によっての副作用が起こる原因としてですね、やっぱりね、えー、人機能、肝機能がね、落ちてくるっていうのがあるんですよね。で、まあ特に私自身はね、腎臓内科医なんで、えー、知らず知らずのうちにこう、人機能が落ちていて、薬が効きすぎているケースっていうのもね、非常に多くあります。で、 もちろんですね、そのお薬によっては腎臓がね、全く関係ない。全く関係ないっていうか、その全部肝臓で代謝され,されて、えー、腎臓が悪くなっても、普通に腎臓がいい方と同じように使えるっていうお薬もあるんですけれども、えー、中にはですね、その腎臓の機能によって、えー、調整、まあ要は減らす、もしくは腎臓が悪いって使えない。 えー、お薬とかもあったりするので、その辺をね、ちょっと考えて、えー、出さないといけないんですけれども、それがね、えー、腎臓が知らず知らずのうちに悪くなってるんですけれども、えー、普通に、えー、腎臓がいい方に対して使うぐらいの量を使ってしまうとですね、まあお薬が体の中に溜まって、えー、まあ効果は出るんですけれども、副作用も多く出るみたいな、そんなこともよくありますんで、これはね、本当に注意が必要かなというふうに思います。はい。で、 えと、その次の5ページ目ですね。じゃあどういうふうに付き合ったらいいのかっていうことで、まあ、あの、冒頭にも言いましたように、薬についての疑問があれば、かかりつけの医師、あるいは薬剤師に相談しましょうっていうのをまず冒頭に書いてありますけど、まあ、これは本当にその通りで、えー、特に1個目ですね。自己判断で薬の使用を中断しない。これね、本当に重要で、結構ね、やっぱ外来やってると、自己判断でね、注意してこられる方ってすごい多いんで、いや、テレビで何かやってましたとかで,ですね、テレビ雑誌。 えー、まあ、新聞はあまりないかな。まあ、あと本とかですね、言うので、危険な薬〇〇みたいなのがあったりするじゃないですか。まあ、それでもね、必ずね、自己判断で中枢はね、避けていただけたらな、というふうに思います。はい。で、 えー、二つ目はですね、使っている薬は必ず伝えましょうっていうことでこ、まあ、と、これはね、当然と思われるかもしれないですけど、意外とね、伝えてくれない方って多いんですよね。特にね、あの、お薬手帳をね、複数持っていたいとかですね、そもそもお薬手帳をね、やっぱり持ってこない方ってね、まだ今でもね、かなりいらっしゃいますね、外来とかで。だから、他の、おクリニックとか病院でどういう処方が出ているのかとかってね、把握できてないことってね、すごい多いんですね。だから、 必ず、まあ、最低限お薬手帳は持参していただけたらな、というふうに思いますね。まあ、アプリとかでも全然いいですけれども、はい。で、えー、っと、三つ目ね、これ非常にね、これパンフレットの中でこれ書いてくれるんだって思いますけど、むやみに薬を欲しがらないですね。<laughs> これはね、本当に、あの、この薬本当に必要なんていう方とかいらっしゃいますし、あと、点滴とかも同じなんですけどね、む、あの、 お薬とかね、点滴はね、もうちょっと、おなんか習慣的にそれをもらいに行くことが、あなんか病院の役割、病院クリニックの役割みたいになってる方とかっていらっしゃったりするので、これはね、ちょっと本当に避けていただきたいなというふうに思いますね。はい。で、あと若い。 これと同じだとは思わない。まあ、これは当然そうですね。で、あとは、あの、薬ね、えー、っと、まあ、このパンフレットにも書いてありますように、やっぱり多すぎてもいけないんですけれども、でも少なすぎてもいけないんで、過不足なく使うっていうのが非常に重要で、で、これね、えっと、この冊子が出た後なんですけれども、お薬に関しての、えっと、お診療報酬上の加算もついているんですね。まあ、要はお薬をおちゃんと見直して整理するとお、病院にちょっとだけですけどね、収益が入るっていう薬剤総合、 調整、えー、なんだったら加算みたいな、ちょっと正式名称忘れましたけど、そういうのがね、今ついているんで、まあそこら辺を、かかりつけの先生とね、相談するっていうのは非常にね、あのー、メリットがあるかなというふうに思います。で、中でもやっぱり優先順位っていうのは必ずあるんで、この辺は最低限飲もうよね、みたいなのとか、あとは、まあちょっとこの後出てきますけれども、副作用が少ない薬に関あ、副作用が出うる薬に関してはそれを減らしていくとかですね、そういうのも、まあ相談していただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。 はい。 で、最後にですね、まあ、高齢者が注意すべき薬っていうことで、まあ、大きく3つ書いてあって、まあ、1つがね、えー、不眠症とかうつ病の薬、えー、2つ目が循環器病の薬、3つ目が糖尿病の薬っていうふうに書いてありますけれども、まあ、でもね、これ、うん、なんかこの3つだけ取り上げるのはね、個人的には若干、若干というか結構違和感がありまして、他にもね、えー、まあ、下にちょろっと書いてありますけれども、痛み止めとかですね、えー、と、いうのの副作用はね、まあ、内科医としては非常に多く見ますし、 うん、まあ、やっぱりね、ありとあらゆる薬に関して、えー、副作用のリスクっていうのは常にね、考えておかないといけないかなとは思いますので、まあ、具体例としてはその次のページですね、7ページ目かな、にいろいろな薬の一覧が書いてありますけれども、まあ、これだけではなくて、も本当にね、まあ、薬を使うときにはね、必ずメリット、デメリット、双方に考えて、えー、使っていただけたらなというふうに本当に思います。はい。 ということで、まあ、あのー、本当に、今お薬回ってる方で、このお薬本当に意味あるんかなとかですね、薬多すぎじゃないというふうに思う方いらっしゃいましたらね、ぜひ、えー、かかりつけのお医者さん、もしくは薬剤師さんに相談していただけたらと思います。はい。では、今日も幸せな一日でありますように、お相手は内科医の竹井でした。興味津々。